東京オリンピックまで23日、変わりゆく東京の街の様子を定期的にお伝えしていきたいと思います。今日も東京2020オリンピックのグレードを求め、今日も街を行く。銀座の街の清潔さはその街に住む人によって保たれています。復興の日だったけど、福島県が五輪イベントすべて断念。IOC バッハ会長、東京オリンピックに向け7月8日に来日を発表。我らがバッハ。男子バスケットボール東京オリンピック最終予選勝敗表。デーブ・スペクターさん、東京五輪延期が IOC に熱意で。ご清聴ありがとうございました。